ストレートな質問が来てまして、あの作文のオールインワン、トピックの作文のオールインワン、これやったら本当に書けるようになりますかっていう質問、うん、もうそう思ってます。はい、やっぱりね、作文の勉強の仕方が今まで大変だったのよ。作文そもそも書けないし、で何とか書いても添削もしてもらえないし、模範解答読んでも読み通すだけで大変、700字ね、うん、しんどいですよね、うん、私たちも苦労しましたけど、うんうん、あの作文ってもう学校以来書いたことないじゃないですか。そうそうそう、だからどう書いていいかも分かんないし、うん、皆さんから出されたものを読んでみてもやっぱり作文の定義を成していないものが多かった、うん、要するにブログ作文になっちゃう、自分の出来事作文をね、うんうん、だからそれをいかにこの意見文らしく文章語でしっかりまとめていくかっていうことがまず第一関門だったんだけども、うん、もうそういうのね、これが出たおかげで、うん、はい、まず一つはね、その以前のホットトピックっていうのが大変模範解答が良かった。これ本当やりました、私もやりました私その古いやつ、これ旧版、こっちがね改訂版です。この著者の先生ともちょっと親しいんですよ。本当はねサイン持ってきたらよかったんだけど、でトピック作文はね、まあ、僕はまあ専門家なのでいっぱい、あそこにもいっぱいありますけども、うんうん、見た中でやっぱりね、あの高級な模範解答が多いの。あ、と難しいってこと。そうそうそう、うん、実はこれもそうなの、うん、これも花さんが、この出版社花が韓国のライターに依頼をしてるんですよ、模範解答、うん、でそれに僕が解説をつけるっていう、そんなプロセスをと踏んだので、ちょっと高級なんだな、うん、なんか市民意識がどうとか、そうそうそう、肥満との戦争とか出てくる、うん、ところが、まあ、これは受講者の身の丈に合った模範解答で、それでも大変だった、うん、それが日本語訳が出た、うん、ということが一つ大きい、うん、だからもうね、模範解答早く読んだらいいと思います。書き方の型を知らないから、型を50でも知ってると、その型の中から当てはまるものを使えばいい。だからそもそも書けなくて苦しむっていうのは、まあちょっと無駄な時間、早く書き方と型を知れば自分なりにアレンジしてたくさん書ける。私も早くホットトピックに出会ってたらよかったのになってつくづく思いますけど、うん、そのホットトピックの訳が出たのと、うん、もう一つは音声読み上げソフトがものすごく自然に、うん、で音声も選べるの、男性の声、女性の声、速度も選べるし、それでね、もうたくさん入れたり、模範解答、文章語をそもそもあまり聞かないからね、うん、普通の学習者は、うん、だから文章表現に慣れるっていうことと、まとまった用紙段落を聞く力っていうのは出てくる。でシャドーイングして自分の中に取り込んでいく、その表現、うん、まあ模範解答を聞いて読んで聞いて読んですれば、すごく効率のいい学習になる。まあ51番2番の模範解答もとってもいい、分かりやすい、うん、穴埋め作文ね、そういったものもね、もう定型なんだから、音声で取り込んでそれを反復して自分のものにしている。その私が今回すごく画期的だなって思ったのが、一つは模範解答を早く見ていいっていう、うん、それがすごく楽になったなって感じました、うんうんうん、そのトピックの作文の勉強なんで、どうしても自力で書かなきゃ、うん、まずは自分で書かなきゃっていうところが、うんうん、模範解答を見ながら書き写して練習してもいいし、うん、で書くんじゃなくて、うん、音読をたくさんやるっていうのもすごく画期的なんで、うん、びっくりしました。そう、音読もね、モデル音声がないと不安になるのよ。だから意欲が湧かないんです、正しいのかなって、うん、それが読み上げソフトがすごくいい。最近日本語でも自然に読めてると思うね。だから皆さん実感として分かると思う。 AI の発達によって読み上げ音声というのはものすごく精度が高まって、それは韓国語の発音の変化もね、もうバッチリですよ、うん、これを使わない手はない。だから作文の勉強の仕方がね、もう大きく変わる。今まで、まあ、イメージですけど30点ぐらいしか取れなかった人が、この学習法でたくさん模範解答を聞いて音読して表現を取り込んで型を覚えれば、バーンとね、大幅に点数が上がることが見込めると。そのぐらいすごい勉強、今までおそらくね、トピック作文の勉強ってね、何をどうしていいか分からなかったんだと。で最後はもちろん自力で書かざるを得ないんだけども、型を持ってるとすごい楽ですよ、書くのが楽しくなった。本当に
数年前の自分がこれを知ってたら、うん、もうおすすめしてあげたいって、うん、これは本当に思ってます、うん、本当にそのぐらい画期的なすごい方法です、うん、で多分ね作文だけじゃなくて読解にも影響力がある。